歌手、マルシア、54、に初孫が誕生することが6日、分かった。元の俳優、大鶴義丹、55、との間に設けた一人娘、25、が臨月を迎え、9月上旬に出産予定だ。本誌の取材にマルシアは、女で一つで育てた愛娘のおめでたに、飛び上がるほど嬉しかった、と大感激。娘には、とにかくスキンシップを、親も一緒に成長していくもの、とアドバイスを送り、孫には、バービーと呼ばれたい、と抱っこする日に思いを馳せた。来月上旬。マルシアと義丹に初孫が誕生する。1997年、二人の間に生まれた長女は昨年4月に同い年の競走馬調教助手、25、と結婚。マルシアは娘から妊娠を聞かされ、飛び上がるほど嬉しさの舞をいたしました。心の舞、と茶目っ気たっぷりに喜びを表現した。長女が6歳だった2004年に離婚し、女で一つで育ててきただけにひとしおだ。これから孫を育てていく娘に対しては、とにかくスキンシップと愛情だけをいっぱい与えましょうねと言いたい。ですね、とアドバイス。子育てはその時その時、年齢によって変わるので、親も一緒に成長していくもの。なので、極力楽しんでほしいです。あっという間に過ぎるものですから、私も気づいたらもう孫が、と、自身の経験を噛み締めるように重ね合わせた。